どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメリカンエキスプレスのメンバーシップリワードプラスの改良と解約解説ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで、こちらがですね、アメリカンエクスプレスのビジネスゴールドクレジットカードですね。こちらがプロパーと呼ばれているクレジットカードですね。それと私が持っているのが、ANA アメックスゴールドクレジットカードですね。ちょっと私の方はスーパーフライについておりますけども、まあ、こちらのクレジットカードね、私2枚持っているわけなんですけども、今回ね、改良と解約がね、発表されたクレジットカードは、このアメリカンエクスプレスのプロパーと呼ばれているグリーン、ゴールド、プラチナ、そのビジネスカードですね。それと、この ANA のアメリカンエクスプレスカード、あとね、スカイトラベラーカードっていう、先日ね、発行終了がね、発表されたカードなんですけども、こちらのクレジットカードはね、今回の発表に影響があるっていうふうにもなっておりますので、こちらのクレジットカードね、保有されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずですね、発表された内容なんですけども、メンバーシップリワードプラスのですね、改良と解約ということで、メンバーシップリワードプラスって何ですかっていう方もね、いらっしゃると思いますので、簡単にね、説明させていただきますと、こちらのね、アメリカンエキスプレスのこちらプロパーのビジネスカードなんですけども、こちらで貯まるポイントっていうのが、メンバーシップリワードポイントっていうのが貯まるクレジットカードなんですよね。で、こちらはビジネスゴールドカードですけども、グリーンであったり、ゴールド、プラチナ、そのビジネスカードはですね、このメンバーシップリワードポイントっていうのが貯まるクレジットカードっていうふうになってるんですよね。で、このメンバーシップリワードポイントっていうのはですね、メンバーシップリワードプラスっていうね、年間3300円ね、かかる有料プログラムを加入していただくとですね、ポイントが多く貯まったりですね、またね、交換する時のレートのね、優遇が受けれたりっていうのがね、あるわけなんですよね。まあ、有料プログラムということで、こちらね、年会費かかってんのに、さらにお金がかかるっていうのはね、どうなんだって思われる方もね、いらっしゃるかなと思うんですけども、このアメックスのね、グリーンとゴールドに関しては、じゃあ有料プログラムにはなってしまうんですけども、これ入らないとですね、本当に1ポイントは 0.5 円換算ぐらいまでね、レートが下がるっていう風になりますんで、まあ基本的にはですね、お金を払ってでも、このメンバーシップリワードプラスっていうのはね、加入するのがおすすめっていった形になるわけなんですけども、今回ね、発表されたのがですね、このメンバーシップリワードプラスの話っていった形になってるんですよね。で、このメンバーシップリワードプラスっていうのは、グリーンとゴールドはね、有料っていう話をさせていただきましたけども、プロパカードにはプラチナカードがありますよね。プラチナカードに関しては、このメンバーシップリワードプラスのね、この年間3300円の費用は、個人用カードもビジネスカードもですね、プラチナカードに関しては、付帯されているっていった形になるんですよね。でですね、このメンバーシップリワードプラスのね、詳しい話をね、知りたいっていう方はですね、ちょっと前にね、こちらの解説動画ね、出させていただいておりますので、こちらね、見ていただければなと思うんですけども、今回ね、発表されたのが、このメンバーシップリワードプラスのね、話になっているっていった形になるんですよね。で、今回ね、発表されたのは2つっていうふうになっておりまして、まずね、一つ目なんですけども、カード年会費へのポイント充当レート変更ということで、2021年10月現在ですね、このアメックスのリワードポイントっていうのはですね、年会費に充当しようとすると、1ポイント 0.5 円換算っていう風になってるんですよね。ですんで、ポイント価値はね、半分でしかこの年会費に充てることはね、できないわけなんですけども、こちらはですね、なんと2021年11月1日よりですね、1ポイント 1.5 円でね、利用することができるっていった形になるんですよね。こちらの1ポイント 1.5 円っていうのは、1年間のね、限定の特別レートっていった形になっておりまして、1年間の間ですね、1ポイント 1.5 円でね、利用することができるっていった形になっておりまして、2022年の11月の1日からですね、1ポイント1円でね、利用することができるっていった形になってるんですよね。今年の11月から1年間は1ポイント 1.5 円で利用できて、それ以降はですね、1ポイント1円でね、利用することができるっていった形になってるんですよね。まあ、今回の発表に関してはですね、基本的には決済額が多くて、ポイントをね、すごいたくさん持っている人からすると、
かなりね嬉しい発表ではないのかなっていうふうに思うんですよね。やはりあのクレジットカード決済は多くて、まあプラチナカードとかね保有されていてガンガン使ってる方からすると特典は受け入れてポイントたくさん貯まる、でも年会費の部分はちょっとやだなって思ってる方であってもですね、ポイントを年会費に充てることができるっていう形になっておりますんで、まあ今回の発表ね、まあ獲得ポイントがね多い方にとってはですね、かなりね嬉しい発表ではないのかなというふうに思うんですよね。まあ私みたいにですね入会キャンペーンを狙って入会している方からするとですね、まあそこまでねポイントたくさん持ってないので、まあ今回のこの発表ね使うほどのポイントはね持ってないかなというふうに思うわけなんですけども、まあ獲得ポイントがね多い方からするとですね、こちらの発表はねかなり嬉しいのではないのかなと思います。それでは次にですね、解約の話になります。もう一つね、発表された内容はこちらになっておりまして、航空券購入代金へのポイント充当レート変更ということで、2021年10月現在はですね、1ポイント1円でこの航空会社で決済した分に関しては、ポイントが当てられるっていった形になってたわけなんですけども、こちら残念ながらですね、2022年の1月13日からですね、1ポイント 0.8円換算にね、レートが変更されるって言った形になるんですよね。いやこれはねかなり大ダメージですね。この ANA アメックスゴールドってありますよね、こちらのクレジットカード、こちらのクレジットカードだけアメックスのクレジットカードの中で唯一ですね ANA マイルへの移行ポイントっていうのが上限なくね交換することができるって言った形になりますんで、この溜まったポイントをですねダブらせるみたいなことはねないんですよね。でですね、このアメックスゴールド、まあこちらはビジネスゴールドですけども、このねアメックスのグリーン、ゴールド、プラチナ、まあそのビジネスカードに関してはこれ ANA マイルにね交換しようと思った場合4万マイルっていうね上限があるんですよね。で4万マイルのねこの上限があるんで、まあそれ以外にね交換しようと思った場合ですね、 JAL マイルにも交換することができるわけなんですけども、レートが悪いんですよね。でブリティッシュエアウェイズのアビオスにね今まで交換されてた方ね結構いらっしゃると思うんですけども、ちょっと前にね解約発表されましたよね。ですのでちょっとそちらもね利用するのもちょっともったいないみたいな感じになりますんで、この航空会社の決済に使ってそのポイントをですね充当している方っていうのはね結構多かったと思うんですよね。1ポイント1円で利用することができますんでかなりいいですよね。入会キャンペーンでたくさんもらって使えなかった分はそれに利用するっていう方もね結構いらっしゃったと思うんですけども、これがですね2022年の1月13日からですね1ポイント 0.8 円換算になってしまうっていう風になりますんで、これはねちょっとね残念なニュースですよね。ですんで今後ねこのリワードポイントの利用先っていうのはですね、この 0.8 円換算で航空会社にね利用していただくか、まあそれ以外にだとですねホテルで利用して、まあ、0.8 円換算でこちらもね利用することができるっていった形になっておりますんで、まあこちらでね利用していただくかっていう感じですよね。ちょっとねこの発表はねかなりね残念だなというふうに思います。それでは次にですね、対象カードに関してなんですけども、冒頭にもねお話しさせていただいた通り、アメリカンエキスプレスのプロパカードですね、グリーン、ゴールド、プラチナ、そのビジネスカードですね、あと ANA アメックスの一般カードとゴールドカード、あとスカイトラベラーカードの一般カードとプレミアカードということで、こちらのクレジットカードが今回のね発表の対象っていった形になります。で ANA アメックスですね、このスカイトラベラーカードっていうのがちょっとですね公式サイトにねこちら記載があるわけなんですけども、ちょっとねうちのアメックスの営業担当から話聞いた話とね若干食い違ってる部分がありまして、あの解決しない状態でこちらの動画ね作らせていただく経緯になりましたので、ちょっとね結論出ましたらこちらにねあのテロップ出しておきますので、おそらくプロパカードのグリーン、ゴールド、プラチナ、そのビジネスカード、あとスカイトラベラーカードと ANA アメックスカードね、こちらが対象だと思いますので、ちょっとね、確認取れましたらね、出しておきますので、そちらね、見ていただければなと思います。ということで今回ですね、アメリカンエキスプレスのメンバーシップリワードプラスの改良と解約ということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、本当にこの解約の部分ですね、
航空会社の決済に関して1ポイント 0.8 円換算になってしまうっていうのは本当に残念ですかね。 ANA アメックスのねクレジットカードの入会キャンペーンとかってやはり ANA マイルに全部ね移行できるんで、このポイントね何に使った方がいいですかみたいな感じで話しいただくことってほとんどないんですけども、このねプロパーのアメックスの方は結構聞かれるんですよね。やはりせっかくね入会キャンペーンでたくさんポイントもらって利用したいってなった時に ANA マイルに4万マイルね交換した後、まあ1年間なんで、まあ年をまたげばね8万マイル交換することができるんですけども、このアメックスのビジネスゴールドとか営業担当からね入会すると10万ポイントがねもらえるんですよね。ですんで2万円分のポイントとかねあぶれてしまうんですけども、まあ、そういった時にね航空会社決済で使うのどうですかみたいな感じでね話すること結構多かったんですけども、これもね 0.8 円換算っていう風になってしまいますんで、まあ、ホテルで利用していただくか航空会社ね 0.8 円換算で利用していただくか、まあ、ちょっとレート悪いですけどもマリオットとかヒルトンとかのねポイントに移行するかっていう感じですかね。ちょっとねこれはかなりね残念な話だなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ一応ねカード年会費のね中東のレートがアップしてますんで、まあこれの代わりなのかなっていう感じですよね。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとママホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。